小林洋吉1月31日から1993年4月19日は日本の実業家、学校経営者、北海道古群鴨江内村生まれ、1942年東京商科大学卒、小林雇い吉、小林洋吉とも表記される、三菱重工業勤務を経て、1946年札幌文科専門学院教授、 1949年、名和学園理事。1950年、札幌短期、大学商業科客員教授。1957年、札幌美工タクシー社長。1959年、小樽日光交通社長。1960年、釧路日光交通社長。1961年、美工工業開発社長。1965年、名和学園理事。 1967年札幌短期大学学長。1979年学校法人札幌学院大学副理事長。1986年小林企業代表取締役会長。1987年学校法人札幌学院大学理事長。1991年北海道中小企業団体中央会会長。家族としては、 秘そに、小林企業元社長、日本 SE 元社長の小林 AI がいる。日本民主青年同盟の元メンバーで、札幌文科学院設立にも関わる、現代物個者、時点1991から1993、P254、北海道人物、人材情報リスト2004名は、ありがとうございます。